これより委員会を再開をいたします、えー、午前に引き続き質疑を行います犬戸委員 それでは、委員長の許可が得ましたので、質問させていただきたいと思います。質問の機会いただきまして、ありがとうございます。30分ですから、いっぱい質問通告してましてもね、そうたくさんできないと思ってまして、あ明日もありますから、残りは明日にと、こういうふうに思っております。ああ最初ですが、少しですね、知見を述べさせてもらいますと、 えこのお今ちょうどですねえ卒業入学就職シーズンを迎えましたどこのお子どもさんもまた親御さんもですね心配な喜ばしい時期でありますがどうぞ若い人がですねあの羽ばたけるように私たちも責任を持ってえ取り組んでいきたいと思っております今朝の新聞にですね児童生徒の自殺,自殺者が 500人を超えた、512人だというふうに思ってます、乗ってました、若い人にですね、命を大事にしてほしい、そして自分は悩んでいることや失敗したことは恥ずかしいことじゃない、人に助けを求めることは恥ずかしいことじゃない、だから、自分だけで抱え込まないで,で、みんなの力を借りて生きていってほしいと私は思います。若い人をですね、ここの場で呼びかけたいと思います。 それではですねえ質問に入りますが先ほど上鎌刈島の大浦に電話をしましてね県民の浜に電話をしましたらあそこに河津桜が45本ありましてどうですかと言ったら今六分咲きですってここですねえよくたくさん人が見えて写真撮ったりされてますけれどもですねえいよいよ桜のシーズンも 迎えることになりますぜひですね、広島県政も桜が咲いて県民が喜ぶようなそういう誰一人置き去りにしない湯崎知事のですね政治姿勢でそういう時期を迎えられるように心から記念をいたしておりますトルコ南部でですねあるいはシリア国境近くで大きな地震がありましてたくさんの犠牲が出ました心から お見舞いを申し上げたいと思います。またロシアによるウクライナ侵攻が多くの犠牲者を出しておりましてですね、知事もこの件に対して改めてですね、一年を迎えて厳しいですね、やはり姿勢を見せておられます。知事はですね、これまで幾度も核兵器の使用を支援しているさしているということは。 被爆地広島の地位として絶対許せない断じて応援することはできないと言われてまして私も全く同感ですロシアは行いなから即時撤退すべきですそのことをですね、ここから聞こえませんけれどもね、あえて私はそれを言っておきたいと思いますこの度の予算特別委員会において質問の機会を与えてきましたことを改めてお礼を申し上げたいと思います え私はですね、連れ日頃まろ、県政報告令を毎朝歩いて、配布をしながら市民との対話を重ねてきております。今日もここに来るまで、400円を超える街を歩きをしてきました。そしてですね、いろんな皆さんからの意見もいただいておりまして、その意見に基づいて、この度の質問をですねさせていただくわけでありまして。 今回です、ね、日鉄の撤退問題、雇用問題、そして瀬戸内海の瀬戸内の国際観光の問題、呉地域の道路交通網の問題や核兵器廃絶の問題等について質問させていただきますが、今日30分で全部質問できると思いません、明日もありますから、残りは明日にさせていただきたいというふうに思っております。 私に寄せられるですねいくつかの市民のですね要望を少し皆さんに紹介しますとですね安浦町の中央ハイツの人ですけれども障害児の支援学級のことですが私の孫が来年から今年からですね行くことになりました食べ物を噛むことができなくておかゆ状にして食べさせています。このような 食べれない地蔵についてお願いいたしますとこういう一つはですねやってますまた呉市の人ですけれども豪雨災害対策を進めてほしい呉市の下山田の人ですけれども高齢者福祉医療介護を強めてほしい 川尻の人ですけれども豪雨災害対策や崖崩れ対策を進めてほしい焼山の人から秋と大橋の無料化を進めてほしい県道おくれ平谷線のバイパスを早く作ってほしい阿賀の人から暮れ地域の活性化や 高齢者福祉を進めてほしい、などなど、きりがありませんけれども、たくさんのですねえ要望のはがきを頂い,いておりまして、どれもこれもすべて重要な市民の要望でありますけれども、すべては取り入れられませんし、またこれまでに議論、かなりですね進んでおりまして、 進んでおりますから、それはそれでえ対処したいと思っておりますま。一番目にですね質問ですけれども、2019年7月にですね参議院選広島選挙区において、広島県政への大きな影響を与えたいわゆる選挙資金のばらまき事件がありました、いわゆる加事件であります。 現在、ですね議員は8名辞めまして補充もありましたけれども、6名の欠員が残ったままであります。そういう中でですね私たちは信用していますけれども、決して褒められたことではありません。県民の信頼を損なって、県政に大きなマイナスになったと思います。県政ををを担担うう責任を担う知事も懸念を表明されました改めて この事件に関する思いと知事の政治姿勢をお聞かせください井崎知事。政治に携わる者の一人としてお答えを申し上げます。令和元年の参議院議員通常選挙における河井夫妻による買収事件は、政治に対する信頼を大きく損なう重大な事件であると認識しております。 私を含め、政治に携わる者は、政治の信頼回復に向けて努力を続け、県民の皆様の政治不信を招くことがないよう、えりを正して行動しなければならないと考えております井上田委員、えー。この問題ですね、えーまあ、春にはまた県内で,です、ね、全国で統一時代選挙があって、ね。今日の中国新聞にもです、ね、大きく報道されております。 政治と金の問題ですねやはり私たちはですね自らの問題としてここにけじめをつけていかなかったらですね県民の広島県政に対する県議会に対する信頼の回復はないと私は思っておりましてですねこれまでもいくらかの取り組みをしてまいりましたいずれにしましても県民に負託に応えられるようなそういう県議会にしてまいりたいと思います。次のの質問まで日程 まあ、撤退というんですか、閉鎖というんですか、そういうですね。問題につきまして、知事のお伺いをいたします。これまで知事が再三ですね。呉市長と一緒に日鉄と話し合いをされて。こられた、そのことは私は努力を評価いたしたいと思います、えー。知事とし、県としてですね、知事としての思いとき。これからですね、どうあってほしいという。期待するものは何か、お聞かせください。湯崎<上>知事。 本年9月のに日本製鉄、瀬戸内製鉄所呉地区の全設備休止に向けましては、当面の最大の課題である離職者対策について、全力で取り組んでいるところでございます。呉市や国と連携した合同企業面接会や、個別就職相談会の実施などによって、推計ではございますが、9割近くの方が再就職されたものと認識しておりまして、今後もこうした取り組みを実施することとしております。 一方で、本年9月末の全設備休止後の対応につきましては、現在、県呉市、日本製鉄の3社でさまざまな協議を行っているところでございます。跡地の利活用につきましては、できるだけ早く、できるだけ早期に利活用できるよう、計画的に解体適用を進めること、解体スケジュールを明らかにすること、 雇用やにぎわいの創出など、地域の活性化につながる跡地利用の方針を示すことなど求めているところでございまして、日本製鉄には地域の方々に安心していただくためにも、適切な時期に自ら公表していただきたいと考えているところでございます委員長、井この前、呉の,のです、ね、県会議員4名と呉市長との話し合いを持ちましたときにです、ね、やはり知事と同じようにですね、 あ日鉄を無責任なことはしないでしょうとそういう方向でですね努力してもらっておりますので信頼したいとこういうことでありました私もそういうにありてそうあってほしいという,ふうに思っております問題はですねクレジッジクのこの日鉄撤退に伴ってですね極めてあですね中央商店街を含めて市民の中にですね不安があったりこの先どうするんだとかいう くれる地域の振興やですね、雇用創出についていろいろですね、心配をされております。知事としてですね、これからの国をどうしていきたい、どうありたいと思うって言われるか、お伺いをしたいと思います。湯崎知事。 令和2年度、クレのです、ねえー、製造品出荷額等を見ますと、えー、コロナの影響もございまして、県全体で8.9%減となっておりますが、クレ地域においては13.5%減となっておりまして、えー、今後、9月の日本製鉄の全設備休止に伴いまして、多くの離職者が生じることが想定されることなど、 まずもっててて地域の経済状状況況についいいは厳ししであるるとと認識をしているところでございます、えー、これを踏まえて、日本製鉄の取引企業の事業継続や、新規事業展開を支援する方策として、新たな設備投資に対して、最大1億円を支援する県独自の助成制度を令和3年度に創設しておりまして、引き続きこの制度による支援などを継続してまいりたいと考えております。 呉市におきましても、国の中小企業と事業再構築促進事業に対する上乗せの補助制度を創設されて、関連企業の事業継続を支援されております。また、呉地域においては、IHI、あるいはジャパン・マリン・ユナイティッドなど、長年にわたって地域経済を支えている企業や、半導体関連のディスコといった先端、成長産業もございます。また セーラーマネーシスといった世界的な評価を受けている企業もございますし、魅力的な観光資源も多く有しておりますので、日本製鉄の全設備休止発表の直後から、クレシとは地域の産業振興のためのさまざまな方策について意見交換を行ってきたところでございます。引き続きクレッシと連携をしながら、成長、先端産業の企業誘致、それから投資促進、 観光振興など、地域経済の活性化と雇用創出に取り組んでまいりたいと考えているところでございます委員長、犬田委員、えー。知事の努力にはです、ね、私は、まあ、あの感謝をいたしております。えー、しかし、なかなかですね、あのら市や県だけで,です、ね、対応できない、地主は一鉄ですからですね。 しかしまあ前向きに取り組んで県も一緒になってや,やってきたいくれしもぜひ期待をいたしておりましてですねあの早期にですねえ地元民にとって明るい展望が持てるようですね努力をいただきますようにお願いいいをしたいと思いますそこで,ですね私も近所に日鉄の社宅やなんかがたくさんありましてねもうほとんどうんこの空き家ばっかしになっておりますけれども。 近所のですねえ人たちといろいろこう話してあるいは当事者の皆さんと話する中で単身赴任で日鉄の他の工場に行かれる人がたくさんおられてですね呉 <laughs> 広の方を中心にですねえいわゆる母親と子どもだけがですね残ってですねあの留守家庭を守るというものもたくさんあります。問題ははでですすねねやはり子供たちのです、ね 教育や就職の問題あるいは一緒に同居している高齢者の介護の問題などですね拝殿に応じた皆さんも同じようにですねその思いはですね心配事は抱えていってるわけでありましてですねこれに対してですねぜひ私はね暮れしが中心になりますけれども県も含めてですね相談に預かっていくあるいはサポートしていくとそういうことが 必要だという,ふうに思っておりますもちろん日鉄だけではありません、他の企業だってです、ね、あのこういう事件を、あのこういうです、ね、状況が起きておりますから、これは要望ですけれどもです、ね、県もフレジッシュと一緒になってです、ね、留守家庭を預かるです、ね、家族の皆さんを守ってほしい、支えてほしい、こういうふうに私は思っておりまして、どうぞこの点はよろしくお願いをしたいと思います。さて次の 質問にになりりまますすが瀬瀬戸戸内内海ののの国際観光の推進についてであります知事はです、ね、十数年前に瀬戸内海の道構想と出されましてです、ね、大いに期待をしてきたわけですけれども最近、少し声が小さくなっているんじゃないかなとかです、ね、そういう思いがしていまして心配をいたしております。 えー、瀬戸内湖の魅力発信を強化していくためにもですね、これまでの取り組みについて点検し見直しが必要と考えますが、知事の所見をお聞かせください。伊佐知事、G7 広島サミットの開催によりまして、本県のインバウンド需要のブイ字回復への期待感が高まっております。まあそういう中で瀬戸内の魅力を国内外に効果的に発信していくためには。 これまでの取り組みを点検し、見直しを行うなど PD、PDCA サイクルをしっかりと回しながら、実効性のある取り組みを進めていくことが重要であると認識をしております。瀬戸内海の道構想の推進組織として、平成28年3月に設立いたしました、瀬戸内 DMO におきましては、来年度からの3年間を期間といたします、新たな瀬戸内観光成長戦略を今年度中に策定するよう作業をしているところでございまして、 最終調整を行っているところであります新たな戦略の策定にあたって、これまでの取り組みを総括する中で、これまで開発してきた観光コンテンツの市場への流通を担う海外の事業者との連携を強化する必要があるといったことや、瀬戸内エリア内の各地域との役割分担や、相互理解が十分でないといったようなことなどのほか、 コロナ禍により、海外のメディアや旅行会社等における瀬戸内についての知見の蓄積が低下してしまっているといったことなどが課題となっており、こうした課題の解決を含めて、より一層国際観光の推進を図っていくこととしたいと考えております委員長、井戸田委員、えー、次の質問の答えもいただいてあるものでありますが。<laughs> 私はですねこれは独り言の一人ごとでように聞いていただければいいんですがあのこの瀬戸内海に対してですね国立の博物館をね検討してみる必要もあるんじゃないかなとこれは思ってるんですよ。九州にあります国立博物館あるいはですね琵琶湖にあります滋賀県立琵琶湖博物館というのをまあ見に来ましたけれどもですね極めてまあよく研究されてですね そしてあの見る人をですね引きつけるようなそういう展示やですね案内がされておりましてですねこの瀬戸内海はですねどうやって生まれたのかということですねあるいはどうして瀬戸内海に産業が育ったかあるいは瀬戸内海の生物水生生物を含めてですねどのようなことでですねここに魚が住むようになったかどんな魚が住んでいるんだろうかとか産業ですね農林水産業を含めて そして最近のですね近代的な産業を含めてどんなですねあの変遷があったのかとそういうことをまとめてですね私は私はですねまああの瀬戸内海の国立の博物館を作ったらというふうにまあ独り言のように考えておるわけです。前向きに知事も考えてもらっておりましてですねぜひですねまあ将来の頭の隅に置いてもらってですねあの この構想もですね一つの検討課題にしてもらったらいいなというのを思っています。いろんな案がクレクレノ活性化に含め出ております。ある人はですねエネルギー基地にしたらどうかという案もありますし、ある人は病院線を作ってその基地にしたらどうかというそういう構想もですねあのクレ地域でですねえ皆さんに訴えられておりましてどれも貴重な意見だとは思っておりまして。 議論しながらですねどうしたら本当にですね呉地域を含めて島しょぼですねこの海の道構想も含めてですね活性化していけるかなと思いますからぜひそういう面では一行頂いてですね県もですねこれぞ思うも案を地元呉市を含めて国とも含めてですね検討していただきますようにまあこれはお願いをしたいと思っております。 えー、それでは次の質問ですが呉れ地域の道路交通網整備の問題特にまあ国道185号線の渋滞というのは非常に毎日厳しいものがありまして知事のですね努力にもよって先ほどや交差点の立体化がこの前完成をいたしましたですねしかし渋滞についてはですね今度は2か所で渋滞するようになりましてですね 非常に朝は混み合ってですね降りましてこれなんとかせんといかんなというふうに思っております。県としてですねこの実態はちゃんと捕まれていると思いますからですねあのどのようにですねこの問題を取り組んでおかれるかおいかれるのか土木建築局長にお伺いいたします。<員>土木建築局長 先ほどから交差点につきましては阿賀インターチェンジの立体化が完成し東大島呉市土車道から安見山トンネルに向かう右折交通の所要時間が最大で約5割短縮するなど朝夕を中心とした渋滞の緩和に一定の効果があったところ,ところでございます一方で一般国道185号の呉市広から安見山トンネルに向かう交通につきましては朝ピーク時のを中心に依然として渋滞が発生しているため 引き続き、国などの関係機関と連携し、交通流動や渋滞要因の分析を行いながら、渋滞緩和に向けて、具体的な対策の検討に取り組んでまいります委員長。井上委員えですね、いろいろ私もほとんど毎日みたいに通っているものですから、あそこを通りながら考えてましてね。 何かいい方法ないかなと思うんですが結果的にはやっぱりですねこれはクレアラインを含めて JR 呉線沿いにですねやっぱり高速の高規格道路というんですかをちゃんと整備しなかったらですねどの車もどこの交差点もみんな通っていくということで,ですね渋滞は解消できないこう思います。ってですねやはり阿賀広 あるいは竹原を通ってですね行くこの高規格道路まあ高速道路となりますかを整備していく計画をですねやっぱり考えていく必要があると思いますこれはですね坪川県議のとの父上の坪川さんがよく提案してですねなんとかこの問題を解決したいことを努力してきました私もそう思いますこのですね道路専用,専用道路をですねあの これから計画していくことについて、局長はどういうふうに思われます、か土木県局長、えー。広島呉道路の呉インターチェンジから阿賀インターチェンジまでにつきましては、広島県広域道路ネットワーク計画において、広域道路の調査中の区間に位置づけているところであり、また、これより東側の阿賀インターチェンジから竹原市を経由し、三原市までの区間につきましては、 国道百八十五号を一般広域道路として位置づけ、交通の円滑化に資するバイパスなどの整備を推進しているところでございます。引き続き国等と連携し費用対効果などの優先順位を考慮しながら地域間交流を支える広域道路ネットワークの構築を推進してまいります。犬道委員、ぜひですね具体的にですねあのもっとスピード 感を持ってですね取り組みしていいたただきたいとあのそういう構想がですね具体的になってきていることは私も知ってますけれどももっとですねあの前向きにねあの進むようにもちろんこれは国のですね主体でやってもらわないかんわけですけれども今あなたが説明あったようなことをですねあの前向きにね進めていただきたいこういうふうにお願いをしたいと思います。 次はあの、まあ、剣道という言い方にはないかもしれませんけども呉平谷線の問題です1年前にやっと本格的工事が着工していただきましてねあの具体的に工事が進んでおります先日私も現場を見に行きました何事業だなとこれはまあ危なくねな怪我なければいいかなという思いをしながらですね,ね見てきたんですけれども地元の皆さんはね この問題もこの課題は50年前から話がみんなありましてねあのよく言われるんですよいつになったらできるんかとこう言われるんですがですねもっと早く救急車が下まで降りられるとかですねあるいは子どもたちが学校に通う職場に行くという時にもっとスピードを持ってですね、車で降りられたらいいなとこういうことで,ですね地元の皆さんも早期に完成を願ってきました。 まあやっとあなた方もですねあのこの問題にですねあの真正面から取り組んでいこうとこういうことで本格的に着工しましたのでね私はですねぜひ一日も早く10年がちょっと長いと思うんですけれどもねまあ工事の性格からして大変難工事なと思ってますけれどもぜひですねあの早期に完成するようにですねあの取り組んでいただきたいこう思いますがどうですか 土木建中央地方道、呉屋電線のお焼山小野原工区約0.4キロメートル区間につきましては、本年3月に完成する見込みでございます。また、上二工工区約2キロメートル区間につきましては、連続した橋梁やトンネルなど、大規模な構造物を整備することとしており、 昨年10月からは協力株価の工事に着手したところであり鋭意工事を進めているところでございます来年度からは国の交付金におきまして重点配分される新たな制度を活用し必要な事業費の確保を務めながら早期完成を目指し引き続き工事を推進してまいります井上委員、えーですね、これは要望なんですけどね局長 あの絶対にあの事故を起こさない、ね、もう大きな工事で事故はです、ね、よく起きるわけでありましてですねあの怪ががないようにね仕事はしてもらいたいこういうことを心からお願いをしておきたいと思います。それでですね、えー、もう時間もありませんけども、えー、この「飛島街道の問題です華、ね、境延長」と私は前から言ってですねもちろん国がそういう線を引いてましてね あの岡村島から大見島までですね3つの島があって4つ橋をけたらつながるとで四国と直結するというのは国が基本的に出している案ですこれは止まってますけれどもね私はやはりです、ね、広島呉とです、ね、四国を直結するという意味からはここにですねやはり橋をかけて是非ですね飛島街道が大見島までですねできるようにね 通れるようにしてもらいたいたこういう思いをいつも持ってまあおるわけでありましてですねそれはまあ知事が言われるように全部愛媛県知事の範囲でありましてね広島県知事がとやかく言えるものではないというあのことであります岡村島も今治市ですからねしたがってですねそういう問題もありますけれども広島県と愛媛県が協力し合ってですね この問題はもう地元の国会員も含めてね取り組まなければ私は前向いて進まないこう思いますから長期的な課題としてですねぜひこの問題にもですね取り組んでいただきたいかように思っているところです時間もまいりましたので私の質問は残りは明日に回したいと思いますがですねどうぞまたですねあの 知恵を貸してもらってですね国地域が少しでも発展するようにご協力をいただきたいこう思います以上ですありがとうございました